今回のテーマは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の最新画像です。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、NASA が威信をかけた大型望遠鏡です。その威力は凄まじく、すでに銀河、ブラックホール、炭素を多く含む、塵の最遠方記録の更新や、ビッグバン宇宙論で予言された銀河の発見など、これまでの定説を覆す観測結果を発表しています。 これらの多くの成果は、天体からの光を波長方向に引き伸ばして詳しく観測することができる分光器により行われています。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測する天体や観測モードは、世界中の天文学者からの提案に基づき行われます。実のところ、世界中の天文学者がジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡で行いたい観測の80%ほどが分光モードによるスペクトル観測です。 この表は2024年5月に発表されたジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の第3期の公募観測の内訳です。4つの装置のうちの半分の観測時間は多彩なスペクトルを取得することができるナースペクに割り当てられています。つまり、プロの天文学者は画像よりも天体の詳細を明らかにできるスペクトルの取得を望んでいます。NASA の教育・広報活動も この辺りを認識しているようで、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の圧倒的な文献力を見せるようなプレスリリースが目立ち、教育や学術活動の底上げをしようという意図を感じます。とはいえ、一般の方々は圧倒的な解像度の画像を待ちわびていると思います。ちなみに、きれいな画像を取得できる観測モードの割合は、全体の観測時間の16%ほどしかありません。さらに これらの画像観測の多くの時間が新宇宙サーベイにすぎ込まれていることを考えると、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測する個別の天体のきれいな画像は少なくなります。限られた観測しかありませんが、このようなデータは広く公開されているため、実際に触ることで画像を楽しむことができます。特に NASA では、最先端の宇宙開発や観測を広く広めるために、 トランスフォーム2オープンサイエンス、トップスというオープンサイエンスも進めています。オープンサイエンスという言葉は曖昧ですが、ここではあらゆる人々が学術的な研究やその成果にアクセスしたり、研究活動に多様な方法で参加できるようにすることとします。トップスでは、ミッションと研究コミュニティにおけるオープンサイエンスの原則と手法の理解と採用の促進、 オープンサイエンスの導入を支援し、科学の大発見を加速させる。歴史的に排除されてきたコミュニティの参加を拡大することを目的としています。これまでもオープンサイエンスが進められてきていますが、さらに加速させる予定です。それぞれの衛星ミッションのデータ公開や、解析ツールだけではなく、衛星の観測予定も公開されています。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の観測データも広く、 公開されており、誰でも触ってみることができます。今回は2024年5月に公開されたジェームズウェブ宇宙望遠鏡の最新のデータを触ってみましょう。全部で9天体と2つの実験的な画像を選定しています。実際に天文学者が使っているデータでもあるため、綺麗な画像になるような観測の仕方になっていないものも含まれます。 というのも、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の提案書の競争は過酷で、その競争倍率は10倍もあります。実際に望遠鏡の観測時間を割り振る審査委員になるとわかりますが、できるだけ多くの科学観測を行うために、その目標が達成できる最小限の時間を割り振るようにしたくなります。そのため、天文学者たちが 宇宙の謎を解き明かす観測ときれいな画像を取得する観測は両立しにくくなります。普通の画像を撮る観測が少ない上にきれいな画像を作るような観測ではないため一般的に望まれるきれいな画像が少なくなる傾向にあります。とはいえデータも公開されていることですから実際に触って見てみましょう。実際に、 NASA のオープンサイエンスで公開されているデータを触りますからあまり見ることのない画像も見てみましょう。まずはジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の18枚の画像のセルフィーです。この画像は2024年5月19日に撮られています。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡といえば18枚に分割された鏡を合計6.5メートルの1枚の鏡として使えるように調整していることが 特徴の一つですその鏡は筒に覆われることもなく宇宙空間にむき出しの状態で使われていますそのため太陽からの厳しい紫外線や過電粒子銀河系天体からの宇宙線太陽系内の微小隕石による衝突などのリスクがありますそのうちの一つで目に見える破損ができやすいのが デブリや微小隕石などの宇宙空間に存在する物質との衝突です衝突する隕石が大きなものであれば事前に軌道や運用を調整することによって回避させますが非常に小さくて細かいものは回避することができないためぶつかってしまいます実際におおよそ2年前の2022年5月には微小隕石の衝突が確認され 打ち上げ前の予想を上回る損傷を受けています実際に主鏡のセルフィーを見てみると衝突したセグメント橋 C3 の部分に白い点が見えますこの予想外の損傷を受け観測する範囲を制限するオペレーションや鏡のアライメントの状態を定期的に確認する観測が行われています定期的に撮られた3枚の画像を並べると このようになります予想外の損傷を受けたもののその後のオペレーションの改定や鏡のアライメントの調整により非常に良い状態を保てているようですもう一枚あまり見ることのない画像を見てみましょうこの画像はジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の圧倒的な解像度を達成するために欠かせない高精度追尾センサーにより取得された画像です ショーマゼラン星雲の選ばれた領域を見ており、無数の星が映っています。高解像度の画像を取得するためには、衛星自体を観測天体に向けて静止させる必要があります。解像度が高くなるにつれて、その要求の精度が高くなります。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の要求される精度は、500km 離れた場所にいる人の目の動きを見ることに相当します。 この要求に応える装置が、高精度追尾センサーです。このセンサーもメインのカメラと同じ、焦点面装置として、近赤外線撮像分光器と同じパッケージとして、構成されています。この装置では、点に見える厳選された構成を観測することで、衛星を制御します。そのため、定期的に構成がたくさん見える領域を観測し、装置を構成しています。 それでは、主力カメラで取得された画像を見てみましょう。まずは、コップ座に位置する、中間渦巻き銀河です。この画像は、中間赤外線カメラ、ミリの7.7マイクロメートルのフィルターで取得されたものです。一つの波長で取得された画像のため、適当にオレンジに着色しています。中間赤外線で観測することにより、銀河に広がった塵を見ることができます。 近赤外線カメラのニアカムで取得された画像と並べるとこのようになりますニアカムの観測は銀河の中心付近に限られています波長1.5 3.0 3.4マイクロメートルのフィルターで取得されたデータを3色合成しています近赤外線で見ると星が卓越して見えます この画像は獅子座の方角に3000万光年離れた棒渦巻き銀河の NGC2903 です中間赤外線の7.7マイクロメートルのフィルターで取得されたものです一つの波長で取得されたものですが銀河に分布する塵の様子を精密に捉えています画角が限られるため 銀河の全体像を比較できませんが、ハッブル宇宙望遠鏡の可視光と、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の近赤外線の画像と比較すると、このようになります。可視光の画像で見える黒い筋は、中間赤外線の画像で確認できる、塵の分布と一致します。近赤外線では、塵の影響を受けないため、星がつぶつぶに見えています。 NGC2997 はポンプ座の方角に4000万光年離れた位置にある正面を向いた非望状渦巻き銀河です中間赤外線が捉えた塵の分布を見ると非常に顕著な渦巻き腕を見ることができます画角が狭いため全体像を見ることができませんが近赤外線の画像と比較するとこのようになります 近赤外線の星の分布を見ると、渦巻き腕を確認できるものの、塵よりもうっすらとしています。画像を拡大し、中心部を見ると、このようになります。巨大なブラックホールがあるようで、その周りにリング構造を作っています。NGC3137 は、ポンプ座の方向に6900万光年離れた、 中間渦巻き銀河です中間赤外線の7.7マイクロメートルのフィルターで取得されたものです一つの波長で取得されたものですが銀河に分布する塵の様子を捉えています先ほどの NGC2997 と比べると渦巻き腕があまり顕著に見えません画角が狭いため全体像を見ることができませんが近赤外線の画像と比較すると このようになります渦巻き腕はあまり顕著に見えないものの中心が明るく輝いており巨大ブラックホールが存在していそうですその活動が活発になると渦巻き腕が顕著に見えてくるのかもしれませんもう一つ銀河の画像を見てみましょう。NGC3344 は 小座の方向に2250万光年離れた棒渦巻銀河です比較的孤立した銀河ではありますが乙女座超銀河団に属していますこの画像は中間赤外線の7.7マイクロメートルのフィルターで取得されたものです一つの波長で取得されたものですが銀河に分布する塵の様子を捉えています 画角が狭いため全体像を見ることができませんが、近赤外線の画像と比較すると、このようになります。他の銀河と同じように、近赤外線で見る星の分布より、塵の分布の方が構造が顕著になります。また、中心が明るいことから、巨大なブラックホールが存在していると考えられます。ビッグバンで始まった宇宙を考えると、塵も星も、存在していませんでした。 そのため、このような構造の違いや、銀河の中心に存在するブラックホールの活動との関わりを調べることで、宇宙がどのように進化してきたか知ることができます。この画像は、クジラ座にある銀河団、エーベル370です。その中心の領域は数百の銀河で構成されています。二つの画像はいずれも、近赤外線。 カメラニアカムで取得されたデータを三色合成したものです。左が0.9、1.2、2マイクロメートルのデータ、右が2.8、3.6、4.4マイクロメートルのデータを使い三色合成しています。波長が短いことから左の画像がよりシャープに見えています。この画像では銀河団が重力レンズとして働き、 その背景にある遠方の銀河が拡大され見えています。重力レンズはアインシュタインの一般相対性理論で説明される現象です。銀河や銀河団などの質量を持つ天体があると、その影響で時空が歪みます。背景の天体からの光は、歪んだ時空を通過することにより、進む経路が変わります。この結果、重力レンズ効果として観測されます。 例えば、強い重力レンズ効果は、ダークマターが支配的な銀河団などで、この画像のように観測されています。背景にある遠い銀河の像が強い、重力レンズ効果で、円弧状に見えています。レンズ効果という名前の通り、重力レンズ効果は、形と明るさのみを変えます。その効果の強さは、背景天体、レンズ天体と観測者の距離を含めた位置関係と、 レンズ天体の質量分布によります例えば、背景天体、レンズ天体と観測者が一直線に並ぶと、強い重力レンズ効果が起こり、観測される背景の天体は、アインシュタインリングと呼ばれる特徴的なリング構造を作ります。エーベル370の画像では、重力レンズ効果を受けたドラゴンと名付けられた遠方の渦巻き銀河が特徴的に見えています。 重力レンズ効果により銀河の内部が拡大されて見えており通常の観測では見ることができない内部に存在する星の分布が確認されていますまた重力レンズ効果により40の像に見えるクエーサーもたくさん観測されていますここでは3つだけを見ています例えば真ん中の天体を拡大してみるとこのようになります 周りの通常の銀河と比べると、その違いが顕著になります。真ん中に見える天体を取り囲んだリングがあり、そのリングには一際明るく輝くところが4つあります。この4つの像は、すべて同じ遠方のクエーサーから放たれた光です。このような特徴的なクエーサーは、小さい塊のダークマターの探査で威力を発揮します。 4つの像に見えるクエーサーは、レンズとなる天体の質量が楕円状に分布しています。背景天体、レンズ天体と観測者が一直線に並ぶと、強い重力レンズ効果により、下の A の図の赤い点で示される背景の天体は、B の図の5つの赤い像として観測されます。実際の観測では、B の図の真ん中にある5つ目の像は、ちょうど、レンズ天体と重なって隠れています。その結果、 4つの像として観測されますこの強い重力レンズ効果により作られる4つの像を使い、背景の天体から観測者の間に存在する小さいダークマターの塊を探査します。背景の天体から観測者までの間に存在する小さいダークマターも弱い重力レンズ効果を起こします。通常、その効果は非常に弱いため、1つの天体だけを見ていると、 観測することができませんただし40像に見える天体であれば4つの同じ天体があるわけですからそのわずかな違いを探査できるようになります細かいダークマターの塊は冷たいダークマターの特性と一致し宇宙の進化を理解する上で欠かすことができませんそのため数多くの40像クエーサーが観測されています ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の観測は順調に進んでおり未解明の宇宙の謎の解明とともにどのような神秘的な姿を描き出してくれるか今後の活躍が楽しみですねこの動画をご覧になって面白かったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたしますまた発信の機会を増やすために QTwitter X と Instagram も活用しています。よろしければ、こちらのフォローもお願いいたします。